はい、マスオ TV です。今日はね、ちょっと髪の毛切ってこようって思ってます。これからちょっと行ってきますね。最初もお見せしたんですけど、これ僕のね、この部分のね、結構テンパって強いんですよ。ほら、結構 S 字っていうか、もじゃもじゃじゃないですか。だから今日はこれを直すために宿毛矯正っていうのもね、近くのお店でね、安く結構4000円ぐらいでカットと宿毛矯正でできるみたいなんで、ちょっとやっていきたいと思います。ほら、こっちはね、そうでもないの。こっちもありますけど、こっちはまだマシ。こっちがひどいから、なんかね、こっちから見られるの僕嫌いなんですよ。はい、ということでね、どういう風になるかちょっと期待して待っててください。行ってきます。はい、ということで行ってきました。髪の毛こんな感じになりました。まあ、傍目から見たらそんな変わんないですよね。はい、でもね、僕の個人的にはね、なんか思ってたよりこうね、ストレートになりすぎたかなってちょっと思ってます。なんかこう、僕的にはね、ちょっとこの癖っ気っぽいのがなくなればいいぐらいに思ってたんですけど、なんかね、やけにこうストレートみたいな感じになっちゃいましたね。ピーンと、なんかもうビジュアル系バンドみたいな、ふわーみたいな、そういう感じにね、ちょっと思わずなっちゃったなーって正直思ってます。はい、こっち、でもさっきお見せしたこの S のところですね。雨とか降ったり汗かいてる時にすんごいね、嫌いだったところは確かにまっすぐなって、まあいいんですけど、ちょっとね、ちょっとまっすぐすぎて恥ずかしいですね。うん、こういう学生っていうか中学高校時代いましたもん。こういうまっすぐになりすぎちゃってる子。っていう感じにね、ちょっとなっちゃいました。はい。まあ、なりすぎちゃいましたけど、まあ、仕方ないかなーって感じです。はい。うん。でもね、なんか楽そう。ドライヤーとか、なんとなく楽そうです。テンパないんで。はい。まあね、皆さんももし、宿毛矯正とかね、なんかテンパとか悩んでるよってね、僕のここら辺みたいなもんですけど、ああいう風に悩んでるよって方がいたら、まあ、強くやりすぎると、こういう風になっちゃいますよっていうのね、ちゃんと、お伝えしないと、こういう風になっちゃうんで、お気をつけください。僕行ったところはね、カットとそれで4600円ぐらいだったかな。結構安かったんですよ。うん、安いところ見つければね、できると思うんで、ほんと、癖っ気で悩んでる方、ぜひやってみてください。はい、ということでね、こんなすんごい緩い動画になっちゃいましたけどね。もしこういうの興味ある方いたら、こういう風になるんだと思って、あーと思ってください。ということで、以上、マスオ TV でした。見てくれてありがとうございます。ミニ動画です。バイバーイ。